今年はコロナ禍で、学校の大切な行事がかなりなくなってしまったり、卒業式ですとか、甲子園もそうですけどね、修学旅行なくなった学校なども少なくなかったかなと思いますけれども、修学旅行で、カヤック体験をこれからインストラクターとして行います。自然というこの環境の中だからこそ実現できる、そういった学校行事もあるのかなと、これからますますそういう機会が増えていくんじゃないかなと思います。だからこそですね、自然に対する考え方とか学生がですね考えていく、そういった機会が増えていくんじゃないかなと思います。素敵な環境、素敵な自然の中で素敵な思い出を作ってもらいたいなと思います。